はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、11月2日なんですけども、10月の頭に始めた FX の基礎講座ってのを覚えてらっしゃいますかね。あちらの方が最初の16日のコースを終えて、で1日休みを取って中間テストに臨んだんですよね。で中間テストが終わった後3日の休みがあって、そしてその後に第2章が送られてくるという形でございます。本当にね、基礎用語を毎日毎日1分前後の動画でまとめたんで、非常に受け取りやすかったっていう風な感想もたくさんいただきましたし、それから中間テストがあることによって、そこまでの振り返り、2週間前後のね、振り返りができて、なんか学生時代に戻れたみたいでね、非常に楽しかったということでございます。まあ本当に楽しくやっていただかないと続かないってところもありますので、いろいろと工夫をしていたんですね。まさにブックオフで買ってきた中古本を読んでもできることはできるんですけども、ただブックオフの中古本にはエンターテインメントが入ってないんで、自分でね、一生懸命積極的に学ばないと難しいんですよね。でも今回の動画のカリキュラムっていうのは本当にね、学校のように第1学期があって、中間テストがあって、2学期があってみたいな感じで進めてますんで、それから試験休みも設けてますし、振り返る時間十分あるのかなと思います。またね、今後感想などをまとめていますんで、そちらの方も一部ね、皆さんの方に共有できてればなと思いますけども、やっぱりね、こういう形で学んだら振り返ってテストをする、学んだら振り返ってテストをするって感じで、どん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 足場を固めていかないと FX ってのは攻略できないんだろうなと思ってますよね。で FX の基礎講座なんですけども、まあ非常にね好評いただいて、そろそろ第2章が始まるところだと思うんですけども、第2章はですね、チャートがいっぱい出てきますんで、結構頭が痛くなると思いますけども、ここを踏ん張ってね、攻略していきましょう。もう今までの用語解説の中でチャートの方はちゃんと理解できるようになってますんで、一個ずつ確実にやっていけばですね、これからの15日、今度はチャートの平を、第2章か、第2章は15日でできてますんで、15日が終わった後、また中間テスト、期末テストがあって、また試験休みを取って、そして第3章っていう風に入っていきますね。第3章は坂田五法をやると思いますんでね、坂田五法はね、これマスターすると勝てますよ。本当にね、楽しみにしていただきたいと思います。ただ坂田五法をマスターする前に、今日あたりから始まるね、第2章が本当に絶対必要になってきますんで、こちらの方で相場の流れをつかんでいって、坂田五法に、備えていただきたいなと思います。それではよろしくお願いします。それからですね、この FX の基礎講座、10月の頭に入り損ねた方、まだ遅れて参加されても結構ですからね、参加した日からカリキュラムが遡って送られてきますんで、テストもちゃんと受けれますしね、いつ受けられてもその差はなくなってきています。で FX の基礎用語ってのは3年経っても5年経っても変わるもんではありませんので、遅れたからって不利ってことはないですからね、人生のどこかで FX を身につけて、そこからの人生をね、大いに楽にしていただきたいと思います。それでは今回はそのぐらいかな。そうだ、ここまでのところをサイトにまとめて、中間テストが終わった方にプレゼントするっていうのはどうですかね。そうしましょうかね。勝手に思いついちゃいましたけども。ということで今日はね、FX の基礎講座のお話でございました。FX の基礎講座、ちょっとね、遅れたんだけども、こっからスタートしたいって方は、動画概要欄のメールアドレスから、ご連絡いただければ対処したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。